こんにちは。野球のジャーナリストをします。宇治原です。よろしくお願いします。今日久しぶりにね、YouTube を撮らせていただいております。ありがとうございますね。えー、先週、前回からかなり日が経ってしまいましたけれどもね。もうちょっと頑張って月1週1ペースで撮っていければなというふうに思っております。えー、今回の、まあ、こうね、日が空いてる間にも、プロ野球も開幕して、だいぶ進んでるんですけれども、まあ今日はね、テーマとして、えっ、ー、と、中日ドラゴンズのネオアキラテンション二刀流についてちょっとお話ししていきたいなというふうに思います。 去年もね、ネオ選手については、中日動画のネオ選手については、えー、ご動画の方を撮らせていただいて、おかげさまで6万再生をいただきました。 6番再生。ありがたいですね。6番再生もいただいたので、かなりね、注目してもらってると思うんですよ。ネオ選手のね、僕の意見に関しては。まあ、正しいか正しくないかっていうよりもね、一つの提案としてね、聞いてもらえたのかなというふうに思っています。今でもね、再生されているので、まあ、それなりにね、やっぱりこう、えー、彼、あの、ネオ選手っていうのは注目されているんだなっていうのがね、改めて思います。先日もね、たまたま大阪桐蔭に行ってきたんですよ。で、ね、監督に、西谷さんとネオんの話を。 して、してたんですけど、ね、ネオ選手で話をしてたんですけどね、やっぱりこう、ネオであるからちょっとね、うんちょっといろいろプレッシャーがかかってるところあるなっていうは話はちょっと僕も同意するところありましたねっていうのは、 やっぱり彼ってね、うん、時間がかかる選手だと思うんですよ。やっぱりこう、どっちかというとじっくりやっていきたいタイプだし、積み重ねていきたいタイプだし、いろんな知識をこう手に入れた後に、それをね、こう自分の体に表現していくまでには時間がかかるんですよね。だから高校の時も、確かに2年生からね、レギュラーを取ってましたけれども、どっちかというとね、助けてもらいながら出したしね、重要なところではショートは3年生のね、選手がやってましたし、やっぱりこう、 ど,どっちかというとまだ2年生のうちは助けてもらってた。で、時間がかかるっていうタイプだと思う。それはバッティングにしても、守備にしても、ピッチングにしても、どれにしても、やっぱりそういうこう、時間をかけないといけない選手だと思うんですけど、まあ、やっぱりこう、ドラフト1位であるということ、高校時代大スターであるっていうことで、やっぱり待ってくれないっていうのは、正直ね、あの、ネオ選手が、まあ、課せられているというか、辛いところでありますよね。これはまあ、ドラフト1位の宿命というか、日本の場合は有名な選手、 っていうに関しては、そういうものがね、置かれている状況としては、まあ、しょうがないのかなっていうふうには思います。ただ、僕は個人的にはもうちょっとね、長い目でね、見てやってほしいなっていうのが正直なところです。で、二刀流なんですけれども、これ二刀流皆さんどう思いますかね。まあ、中日ファンに聞いてもらい聞,聞きたいですよ、本当に <laughs>。これどう思ってるのかって思うんですけど、これね、いろんな捉え方があると思うんですよ。 でいろんな捉え方を踏まえた上で、まああ,るあ,まあ、ある程度こう、立浪監督の、ね、考え方もこうある程度こう意識した上でちょっとお話を、ね、こういろんな視点から見ていきたいなとうう思っていますよ、ね、でまず一つ目の視点なんですけど大谷翔平の二刀流を二刀流とするならば大あの根尾君がやっている二刀流は本当にこれは二刀流と呼ぶべきなのかという視点があると思うんですよね。 僕はこれ二刀流ではないと思いますあの。あの大谷翔平の二刀流を二刀流と仮定したならばですよ。仮定したならば今ネオ、ネオ選手がやってるのを二刀流と呼ぶのはちょっとね、えー、甘いというか、えー、そんなレベルではないと思います。あの本当にこう、ただピッチングをピッチャーをやっているだけ。 ピッチャーもやっているだけというレベルでしかないと思うんですよね。なので、これをね、こう二刀流と呼ぶのはまだ早いかなっていう段階で、これをどういうふうに二刀流にしていくのかっていうのが、これからね、議論されていくし、問われていくべきなものなんじゃないかなと思うんで、現時点の彼のね、今の起用されている二刀流のやり方を二刀流と呼ぶのは僕は違うんじゃないかなと思います。ただ、ピッチャーをやっているだけ。これだから、例えば、うん、ソフトバンクの今宮健太選手とか、 あるいはまあ、ジャイアンツの中田翔選手も、ひょっとしたらね、あの、一、一人マウンド立つことって僕できると思うんですよ。彼らの力量であればね。そこと何ら変わりがないということなんですよね。で、じゃあ、立浪監督は何を狙っているのかっていうことなんですよ。これはね、僕ね、まあ、多くの方分かってるかなと思うんですけど、僕は、本当の本当の戦力っていうところまではまだ考えてないと思います。その戦力とは、例えば、えー、ローテーションピッチャーになるとか、 あるいは中継ぎで1イニングをこう本当重要な勝ちの中継ぎ負けててもビハインドでもまだこう勝負が決まってないところでの中継ぎとかあるいはねこうセットアッパーの手前ぐらいとかね7回ぐらい任せるとかそういうところを任せようという,こうビジョンがある中での二刀流ではないと僕は思っていますこれはもう完全に投手の負担を減らすための二刀流だと えー、そういう捉え方をしてますねっていうのはこうアメリカでもそうですけど日本でもやっぱり今ねこう中継ぎのピッチャーの起用の仕方っていうのはすごく問われてきているというか考え直されてきてると思うんですよ。昔はねま処、あ、理の,の方程式っていうのがあって勝つ試合にはなるべくこう方程式といわれるピッチャーをねこうセットアッパークローザー、まあ、昔言えば守護神とか言われたと思うんですけどそういうピッチャーを積極的に使っていくというのが日本の野球でした。 けれどもね、アメリカからかなり多くの野球も取り入れられてきたし、選手生命っていうのもあるし、やっぱりあまりにもね、勝ち試合何でもかんでも、えー、リリーバーね、方程式と言われる選手たちを使っていると、どうしても、やっぱり疲労っていうのがね、やっぱ蓄積されてくるので、 こう、そのシーズンを戦えたとしても、こうね、えー、フルシーズン、あの、年々、年々こうパフォーマンスが落ちていくっていうことが、やっぱり起きてしまうので、うんちょっとね、辛いかなっていうのがねあ、あるんですよね。だから、なんかそういうのをなくすために、こう、もう本当に勝っているときと負けてるときは、えー、完全に、あの、リリーバーが違うっていうチームがあったりとか、それ以外にも、 えー、2連投まではいくけれども3連投目はさせないかこれはもう勝ち負けに関係なくもうそういうリリーフの使い方はそうするという風なするチームもあるしもう本当にこうローテーション的に中継ぎもローテーション的に使っていく勝ち負けとかその点差関係なく使っていくっていうチームもあるしいろんなこうチームがあるんですけれどもでもう一つ、ね、あるのはこの大差ですよ大差勝ち、大差負けの時のピッチャーの使い方。 これに、こう、普通に、なんていうのかな、大差勝ちの場合のピッチャーの使い方、大差負けの場合のピッチャーの使い方って、大体こう、若い選手であったり、こう、まだ、なかなかね、目が出てない選手であるケースが多いじゃないですか。いわゆる敗戦処理とかね、そこに近い選手を、そういう大差では使うっていうことがあったと思うんですよ。でも、最近はね、その役回りすら、あの、重要というか、あの、疲労感は疲労を貯めたくないっていうか、 ね、あのなるべくこうピッチャーを使いたくないというか、本当、9回の1イニング、8回裏の1イニングだけでも、こうね、そういうピッチャーを使わずに、こうなんかこう楽できる人いないかなっていう中で、ネオだと思うんですよ。っていうのは、う普段ピッチャーじゃない、そんなに多く投げるピッチャーじゃないけれども、ピッチャーよりはレベルが高い、普通のねあ、ピッチャーじゃない、野手、単なる野手よりはレベルが高いということですよ。 おととしから、あのジャイアンツがね、大社で、増田選手っていうのをね、甲子園のマウンドに立たせました。あれは完全に野手としての、 選手を、あの、まあ、ピッチャー経験があるっていうことでマウンドにね、立たせて、こう、イニングを減らした。あの、リーバーのイニングを減らすための処置としてやったと思うんですよ。だから、あそこに、こう、普通に野手が行くとかね。だから、メジャーとかだったら、この前、モリーナがね、あの、カジナソン、モリーナが投げてたりとか、プーホールズも投げたのかなとか、投げてましたけど、完全な野手じゃなくて、本来は、ピッチャーもできなくもない選手を当てる。そこに、こう、ネを。うん、なんか、こう、相手からしたら、 ピッチャーではないこともない <laughs>、はい、相手ですよね。だから、手を抜いてるわけでもない。かといって、あの、本当のチームの中での方程式の中に入ってるわけじゃない。野手登録なので、この要はブルペンに、ブルペンベンチ入りメンバーの中のピッチャーの中に入っていない選手を、その日使うことによって、1位に入れだけでも使うことによって、あの、ブルペンの負担をね、減らすという、こう、戦力という意味合いが違うというか、勝ち負けの戦力じゃなくて、 本当、勝ち負けの直結しない戦力っていう形で、ネオを使うという意味での、こう、二刀流というか、投手費用っていうね。そういうことを、まあ、田澤監督は狙ってるんじゃないかなって思います。だから、要するに、こう、リリーバーとして、本当のリリーバーとしての戦力としては、彼は見なされていないという形だと思うんですよね。で、もう、それでもまあ、いいっちゃいいと思うんですよね。それは、給料が保証されたりとか、いろんなものが保証されているという条件付きで、そういう費用もありなのかなと思うんですよね。 で、最後に、ネオの立場に立って考えてみたいんですよね。ネオがどう思っているかは分からないんですけども、本人が言わないと分からないし、本人は多分メディアには言わないと思いますね。彼の性格的にはやりたいかやりたくないかっていう話をね。多分ね、本当にやりたくなかったらやってないから、やりたくないことはないと思うんですよ。で、じゃあ、彼は何をやりたいのかですよ。 ね、あの今年はね開幕してすぐに外野手登録にさせられました本人はショートで挑戦するって言ったのに結局強打の壁が高くて、えーっとね、外野手登録にされましたところが強打がいまいちだからもう一回ショートに戻りましたよしチャンスだと思ったらピッチャーになりましたですよネオってな何したいんだろうねってあのチームが何したいんだろうねもある,あるんだけど本人はどう思ってるんだろうねっていうことなんですよねでこれはでもね彼中学校高校の時もずっと一緒なんですよ 内野できる、外野できる、ピッチャーできるなんですよね。ずっとそういう,こうマルチタスクで生きてきてるわけですよね。マルチ、マルチプレイヤーとして生きてきてるんですけど、じゃあ彼はなぜピッチャーをやるのかですよ。なぜ外野をやるのか、なぜ野手をやるかなんですけど、これは僕実は高校時代に聞いたことがあるんですよ。あの、そのね、いろんなポジションをやることに対して、彼はどういう思いでやってるのかって言ってたときに、彼はね、こう言ってたんですよ。試合に出る手段だって言ったんですよ。なるほどなと思って。そう。だから、まあ、 何まあ、一番やりたいのは野手でバッターとしての姿なんですけど、だから彼が高校時代も中学時代もピッチャーをやるのは試合に出るための手段だったんですよ。要するに試合が出られるならどこのポジションでもいいよ。そのうちの一つにピッチャーとしては僕を使ってもらえるんだったら、じゃあピッチャーも本格的にやろうかっていう手段なんですよね。ただ一つ条件としては、まあ、これは本人言ってないですよ。言ってないです。条件としては、ピッチャーで投げる以上は試合に出て打ちたいと思うんですよね。 要するに試合に出る手段としてセカンドで出ようがショートで出ようがセンターで出ようがライトで出ようがキャッチャーで出ようがまあキャッチャーないなピッチャーで出ようが彼がやりたいのは試合に貢献する場所としてあの,の活躍なんですよ。そこはそこにバッティングっていうのは必ず彼は入ってるはずなんですよ。だから彼は絶対打ちたいはずなんですよ。 打つための手段として、中学高校の時から打席に立つ手段として、試合に出てれば打席は回ってくる。それが外野であり、ショートであり、サードであり、ピッチャーだったと思うんですよ。ね。だから、おそらく、まあ、その彼の高校時代の思考が残っているのであるとしたら、彼の考え方が変わらないのであるとしたら、彼は打席に立ちたいはずです。ピッチャーをやろうと思うだから、今やってる彼の二刀流っていう姿、要するに敗戦処理だけ、1イニング、イニングを、 こう、持たせるだけのための起用のされ方は彼は絶対不本意です。不本意だし、本当に二刀流という名前を使うのであれば、僕は打席まで立たせて二刀流だと思います。だから1イニングでもいいんですよ。今、立浪監督はイニングをこうあの食うために、ああいう起用法をしてると思うんですけど、そういう起用法をしてもいいけど、必ず打席が回るような形にしていかないと、彼を投手,を投手起用をして、 え、本格的な投手として起用しないんだったら、ああいう使い方をする意味は僕はないと思います。だから、まあ、どう言いたいかというと、ピッチャーとして起用する代わりに1打席を保証するということです。1打席を、こう、与えてあげるということですよね。それをしていかないと、何のためにピッチャーにやるかって言ったら、本当に単なる、もう駒使いですよ。駒使いで終わっちゃいます。じゃなくて、そういうふうに、1、あのね、チームのために1イニングを、こう、 どうでも言っていたら言い方は失礼ですけど、まあ、そんなに勝敗に直結しないところにあの彼を1人ニング投げさせるということ,をことをする分にはいいけれどもそ,のそこで終わっちゃダメですそ,こで終わそれを起用する代わりに試合に出ると外野にポジションはないショートは空いていない内野他も埋まっているだから彼に打席を与える余裕はない。 でも、ピッチャーなら試合に出られるんだから、ピッチャーで出た時に、1打席でもいいから、立たせる状況を作ってあげるべきです。ね。これが彼が二刀流をやるというか、マウンドに立つ僕は意味なんじゃないかなと。僕はね、そういうふうにね、思うんですよ。なので、こういろんなね、中、ま、日、あ、ファンの意見も聞きたいんですけれども、本当、こう、彼が二刀流をやるべきかどうか、すごく議論されていくと思うし、これからもだけ、あのこれからもね、あの、いろいろ言われると思うんですけど、僕が思う最後にね、 言わせても僕が思う二刀流をやる意義としてはここです、ここ1点です、本当にあの本当こうやる以上は戦力にならない、ね、今の使い方だと戦力だとは考えてないと思います、あのピッチャーとしてはね、本当にイニングを食うためだけのものだと思うんですけれども、その起用する限りは1打席を保証してあげてほしいですね、保証しないんだったら、その使い方はやめましょう、もう野手として。 外野なのか内野なのか分からないけど、そういう風にするべきだし、まあ、もっと裏を返せば、ピッチャーの質感だったらそれ,はそれでいいと思う打席がなくてもね。打席がなくてもピッチャーが。 ピッチャーとして本当にこれからピッチャーとしてのビジョンがあるんだったらそれはそれでいいと思いますけどそれもない野手だけどイニングを食うためだけに使っているんだとするのであれば僕は1打席保証するべきそういう二刀流本当の二刀流をやらせないと今の使い方でピッチャーをやらせるのは僕はもう反対ですねなのであのまあ辰みさんがねどう考えてるか地球団がどういうビジョンを持ってるか僕は分からないですけれどももしねこのね、えー、二刀流っていうものを議論するのであれば 僕はそういういいとところにあると思いますなので、えー、皆さんどうですか僕はそんな意見を持ってますということで皆さんの意見も募集したいなというふうに思いますということで今日は。 二刀流のね、ネオ選手の二刀流について僕の皆さんの意見と見解とおそらく見解と僕の意見も言わせてもらいましたということでいかがだったでしょうかまたね、再生回数上がってくれればなというふうに思いますということで今日も最後までお聴きいただきありがとうございましたジャーナリストのじ a らでしたまた次回も楽しみにしてくださいチャンネル登録フォローの方よろしくお願いします